はい、今回ご紹介しますのは那覇市内にあるホテルオリオン那覇さんです。最寄りの駅はね、牧師駅、ユイレールの牧師駅で、改札口はね、1箇所。で、このね、東口の方に出る。で、エスカレーターがないので、大きな荷物の方はエレベーター利用。エスカレーターはこれね、上がりだけですね。あとは階段になります。東口出たら、これがもう国際通り。で、ホテルはね、どこにあるかっていうと、そこに沖縄ホテルっていう、あのカラフルな、インサー柄のホテルの隣がね、オリオンホテル。あのちょっと黒っぽいのがありますよね。あそこ、あれがオリオンホテル。で、ここがダイワロイネットさん。で、サイオンスクエアっていう、これ商業施設で、そこの中通ってったら、まあ中にエスカレーターあるんで、そこでもいいし、あとはもうここの階段。この階段を使うか、もうサイオンスクエアの中入っちゃって、そこの施設の中のエスカレーターを使うかって感じですね。まあ、そこの階段かサイオンスクエアの中のエスカレーターで降りて、そこのねホテルへ向かうということです。はい、階段降りてきましたよと。で、この前の通りがもう国際通りで、これがサイオンスクエア、ダイワロイネットで、この川沿い向こう行ったら前にご紹介したホテルアザットさんが見えてますと。はい、で国際通り出たら東の方へ歩く。もうちょっと大きな看板とかあればね、分かりやすいんですけど、初めて沖縄来た方にとったらちょっとね、どっち行っていいのってなるかもしれないですね。このホテル沖縄さん、あ、沖縄ホテルじゃないか、ホテル沖縄さんっていうのがまあカラフルなんで分かりやすいんですけど、その隣って感じですね。で、ここに信号、そこセブンイレブンで、目の前にロピアって、あ、ここにファミリーマートもあるし、コンビニはね周りにいっぱいありますね。で、ロピアってめちゃくちゃあの人気のスーパーも目の前にあるんで、あそこ階段降りて、ここの信号を渡るか、そっちの階段を渡るか、あ、横断歩道を渡るか。でもここがもうね、ホテルです。まあ名前の通りね、あのオリオンビールの系列のホテルです。オリオンビールは経営しているホテル。元部の方にもね、あの福木、備前の福木並木の近くにもありますけれども、そこと、あの那覇とね、2店舗、2つ施設がね、あるそうです。私も初めて泊まります。立地めっちゃいいですよね。国際通りのね、面してるし、ユイレールの駅も近いし、目の前にはロピアがあるし、で地下2階に駐車場があるんですけど、そこにね第2駐車場があります。観光バスも基本的には第2駐車場だけれども、雨の日だったらもう直前に全員揃ったらバッと乗ってもいいよってことですけど、基本的には第二駐車場利用だそうです。あ、でね、下にね、あのオフィシャルストア、オリオンビールのオフィシャルストアとワインショップが入ってます。あとね、左側にあのビアレストランがあって、朝食会場にもなってるし、夜はね、あのウェルカムドリンクということで、ビールいっぱいついてるね、チケットが入っているので、そこでね、ビール飲むこともできます。ビールの待遇が手厚いっていうのがやっぱりね、さすがオリオンビールの経営しているホテルって感じがします。こちらがね、ウェルカムドリンク で夕食食べることもできるみたいで、今メニューもらったんですけど、こんな感じで
シェフおすすめのステーキとか牡蠣とか、セットメニューとかもねあるみたいですね。でここホテルの入り口なんですけど、ホテルに向かうときに向こうから来ると間違えて、私もね最初間違えたんですけど、こっちがホテルの入り口かなと思って、なんか雰囲気違うなと思ったら、ここはオリオンビアダイニングっていうレストランの入り口で、ここはホテルの入り口じゃないんで、ちょっとあの分からないですよね。あの駅の方から来たら絶対ここは入り口と思っちゃいますよね。入り口はこっちじゃないですって言われました。はい、こちらがねホテルの入り口でございます。はい、じゃあね実際中入っていきます。入って右側がねフロントです。こっちが、オリオンビアダイニング、朝食会場でもありウェルカムビールの提供場所。はい、こちらね朝食会場 でこんな感じでハーフバイキング、メインディッシュ選んで、あとは向こうでバイキングって感じ。オムレツ、アグー豚、ソーセージ、ベーコン、パンケーキ、フレンチトースト、スパイスカレー、まあ、肉系甘い系カレーって感じかな。バイキングはねこんな感じで、いなり寿司、ヨーグルト、でシリアル、コーンスープ、でフルーツ、でパン、でコーヒーと。でこっちにワインショップと、あとオリオンビールのオフィシャルストアで、右側フロント、めっちゃおしゃれ。じゃあでこっちがトイレで、エレベーターホール、エレベーター2基、地下2階が駐車場、地下1階が宴会場ガジュマル、で1階がフロント、ビアダイニング、朝食会場ですね。でオフィシャルストア、ワインショップ、で2階に宴会場、あと中華料理の四川飯店があって、4階から9階が客室ということです。じゃあ部屋に行きます。 あとですね、こっちこう階段で、この奥にランドリーがあるみたいで紹介しておきます。ここがランドリールームだそうです。お、結構たくさんありますね。じゃあ部屋ね見に行きます。カードキーはねこんな感じで、キー自体には番号を書いてないので注意ですね。特にタッチするところもないです。
と自販機。あ、沖縄バヤリースが売ってる。で、製氷機、レンジ、アイロン台、アイロン、ズボンプレッサー、410。ていきます。入ったら差し込み電源、はい、こんな感じでぐるーっと部屋が配置されてるんですね。はい、でここが電気で、これは何やここにクローゼット。あ、めっちゃハンガーめっちゃいっぱいある。で、消臭スプレーと金庫でスリッパで靴べらとか。よいしょ。はい、見ていきます。で、大きな鏡があってゴミ箱。でここね、ツインルームですね。外はこんな感じ。はい。で、ここにデスクがあって、電源はここにね、2つ。これなんやろ？あ、これなんや？あれかな？メモで、ここにティッシュ。すごいね、ペーパーレスのメモメモで、この辺は特に何もないかな。で、ベッド周りはこちらにまたコンセントがあると。はい。で、空気清浄機、冷蔵庫でね、ここですよ、これ。冷蔵庫の中に、オリオンビール。オリオンビールと、オリオンのチューハイ、シークワーサー無糖チューハイ。オリオンナチュラ。と、これはオリオン関係ないか。朝日の水。ミネラルウォーター。これがね、これ、無料なんですよ、無料。すごいですね。お酒好きな人はめっちゃ。ウェルカムビールとはまた別にですよ。ビールがついてるということです。で、テレビもでかい。見ないけど。で、ベッド周りはこっち。ここに常備灯を。あ、すごいすごい。3口 USB。しかもタイプ C も充電できる。めっちゃ最新式。で、コンセントもあると、普通の。めっちゃすごいね。こんなん初めて見た、タイプ C も。充電できるなんて。で、これが部屋着。よいしょ。めっちゃわかりにくい。はい。わからへん。こんな感じの、はい、部屋着でございます。なんかでっかいな。はい。フリーサイズ。でかいな、ちょっと。はい。こんな感じかな。よ。ここにもコンセント。コンセントいっぱいあるね。はい。次、じゃあ、バスルーム。よ。じゃあ、バスルームですね。ユニットバスってめっちゃ広い。ちょっと広さ感じられへんかな。めっちゃ広い感じがしますね。開放感がある。で、シャワートイレ。で、ここにアメニティ。
歯ブラシ、アメニティセット、ヘアブラシ、なんだ、ヒゲ剃りとか、タオルとか。はい。で、これがドライヤー、コップ、タオル。ちょっとドライヤー開けてみましょうか。はい。ドライヤーはね、こちらのパナソニックのイオニティじゃなくてナノイーですね。ちょっとええやつやね、これ。はい。ここにコンセントがあります。ここにもコンセントがある。で、ハンドソープ、ゴミ箱。はい。こちらがバスマット。で、めっちゃバスタブも広い。で、ここにシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ。これ外国人仕様なんかな？めっちゃ広い。で、シャワーヘッドこんな感じ。まだ新しい。はい。こんな感じですね。すごい広々してる。いいね。はい。ということで、こちらがね、那覇市内にありますホテルオリオン那覇さんのツインルームのねお部屋でございました。あ、ちなみにですね、フロントの方でいただける封筒の中にはカードキーとこのねビール1杯無料券、ウェルカムビール、これあのビールダメな人はねソフトドリンクも OK でございます。これチェックアウトの日までになってますね、有効期限は。で、館内案内がね入ってます。まあ、こちらの方には Wi-Fi の案内とか朝食の案内、チェックアウト11時までなんや。あとは、ウェルカムドリンクはね6時半から11時までですよとかね書いております。あと全室禁煙となってますので、喫煙される方は地下1階の喫煙所を利用してくださいということです。